本人をモチーフに絵を描いてるので、そこで必要になってくる、モチーフの組み合わせにはすごく気を使ってます。そこでその組み合わせの違いによって絵の持つ意味も変わってくるので、そこはすごく大切にしています。海外に向けて作品を作ってるし、その海外からの視点で日本に向けて作品を描いてるんです。海外の人が見る日本に対するイメージっていうものにインスピレーションを受けてます。その視点っていうのは日本人にはない視点で、その日本の良さを再認識させてくれるっていうか、僕はそれに対して日本から海外に向けて発信したいし、日本に対しては皮肉を込めて